皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県羽島市竹花町飯柄の寺院カフェにお邪魔します。モーニングの時間ですが、平日は午前8時30分からですが、土日祝日は平日より30分早い午前8時からモーニング営業しています。定休日は毎週火曜日です。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。お店の奥に綺麗ないろんなものが販売されています。お店の移転のお話ですが、お店の人のお話では、今あるこのお店の近くのところへ移転されるみたいです。このお店の近くだそうですので、移転されても利用されてあげてくださいね。お店は明るくて綺麗な感じのいいお店です。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは、この A セットがドリンク代のみのモーニングです。トーストのトッピングですが、こしあん、シナモン、バターから選びます。画面を少し動かします。B セット、C セットはドリンク代プラス50円です。画面を少し動かします。こちらの A サンドセットはドリンク代のみで提供されるモーニングセットです。画面を少し動かします。こちらの B サンドセットはドリンク代プラス50円のモーニングセットです。バラエティに全部で5種類のモーニングセットがあります。5種類もあるとどれにしようか迷いますね。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスをお願いしましたので、ホットコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。私はドリンク代のみでいただける A サンドセットをお願いしました。皆さん見てください、このサンドウィッチの中身、寺院特製の卵フィリングサンドモーニング、すごいボリュームですね。私知らなかったんですが、卵フィリングはゆで卵を潰してマヨネーズと合わせたもので、主に卵サンドの具材として使われ、卵フィリングはマヨネーズのみで和える場合と、塩コショウやハーブを加えて味を整える場合があるみたいです。それにしてもすごいボリュームですね。おしゃれな可愛いコーヒーカップですね。上から見るとこんな感じです。サンドウィッチのパンを焼くか焼かないかは皆さんの好みなのですが、見てください、このこんがりきつね色に焼かれてサクサクの食感が美味しいサンドウィッチです。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初にどんなサンドウィッチか中を見てみましょう。すごい山盛りの卵フィリングです。嬉しいです。トーストの端を見ると
上のトーストと下のトーストがくっついています。ポケットサンドじゃないけど、そんな感じでトーストの端がくっついてるので食べやすいですね。食べるのが楽しみです。画面を少し動かします。サンドウィッチの上にある3品の一番左からスープ、その右は野菜サラダ、その右がゼリーです。また食べる時に詳しく説明したいと思いますので、よろしくお願いします。それにしても何回見てもすごいボリュームですね。厚切りのサンドウィッチにすごいボリュームの卵フィリング、ゼリー、野菜サラダ、スープの4品がついています。野菜サラダにはキャベツ、レタスなどが使われていて、美味しいドレッシングがかかっています。血行促進や生殖機能の健康維持などの効果が期待できるビタミン E はキャベツよりレタスの方が約3倍多く含んでるみたいで、血液凝固や骨の形成を促進する作用が望まれていると言われているビタミン K はキャベツの方が約 2.5 倍多く含んでいるみたいです。卵スープです。美味しい卵スープです。卵のタンパク質には体に必要なアミノ酸すべてがバランスよく含まれています。体力の衰えを防ぐには筋肉の元となるタンパク質が欠かせません。タンパク質は年齢とともに不足しがちな栄養素みたいです。なので習慣的に摂ることが勧められてるみたいです。このサンドウィッチの中身、ジーン特製の卵フィリングサンドモーニング、すごいボリュームですね。いきなりかぶりついて食べようとしても私には無理みたいです。とりあえずスプーンですくって食べましたが、ふわふわの食感が食欲をそそる。また卵だけの卵フィリングなので卵の美味しさが引き立って、美味しい卵フィリングサンドイッチです。コーヒーの苦味とクリームの甘み、そしてプルンとした食感がたまらないコーヒーゼリーです。またスイーツが大好きな人にも、甘いものがちょっと苦手な人にも大変人気があるコーヒーゼリーです。コーヒーゼリーですが、昭和38年頃に軽井沢で食べるコーヒーとして大ヒットしたそうです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？私はドリンク代のみのモーニングをお願いしましたが、豪華なドリンク代プラス料金のモーニングもあります。また綺麗ないろんな小物も販売されていますので、それを見に行かれてもいいかなと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。